こんにちは、高田さんです。今回の動画は続きです。泉ふ穂市長の12年間、政治は喧嘩だという本、ね、泉ふ穂政治は喧嘩だから学ぶという第3弾は、政党編、各議員についてこの戦ってきた泉ふ穂市長のこの本の内容から学べることを皆さんに解説していきたいと思います。 はい、今回の内容、政党各議員について、この本に書かれていた内容というのは、なかなかね、えー、ちょっとね、問題ある話でしたよね。明石市のこの保育園の問題、ね、市民が保育園に入れたいということで、お金を市議に渡しては、 取り計らいをお願いしているようなことがあったと本に書いてありましたね。それに対して泉房穂市長は直接市民の声を聞いて実行すると。そうすると市議の方のこのメンツを潰すというところで反発を招いて喧嘩になってきたというような内容でした。はい。何が問題なの そうですねお金そういったところが市議というのが利権になっているというところが問題だというところが提起されています。それに対して泉房穂市長は市民から直接声を聞いて見返りを求めず市民からの指示で正しく政治を行うというようなところがこの泉房穂市長のすごいところですよね。 当然、各市議を敵に回してしまったというところで非常に苦しい戦いとなったというのがこの本の内容です。で、ここから学べる内容というのは何かそれは市民の声を聞いて見返りを求めない議員を育てる。これが重要だと思いますね。ここですよね。はい。実際、タガさんがこの児童相談所問題。 取り組んでまいりましたけれどももともとこの千葉県市川児童相談所市川市の東大和田元八幡の南に位置します市川児童相談所ここにある問題児童相談所の中の問題それに対してたまたまですねタガさんの父が鎌ヶ谷市に在住だったために岩波初見県議会議員のタウンミーティング に出席して相談を持ちかけけたわけです、はい。それに対してタカさんのお話をしっかり聞いていただいた上で千葉県に対してね議会質問児童家庭科に対していろいろ取り計らいを行ったりして 来るのと同時にですねさらに発起人となってこの自相と親子の架け橋千葉の会という団体の設立に尽力というような形でお金を渡したわけでもなく何の見返りもなくこうやって動いていただきましたここまで動いてくれた議員さん他にいませんねまあ、この議会質問とかこういったレベルであれば十分あるんですけどもここまでやってると すすごいですよねしかも元は市川市民の声を聞いてですよすごいでしょう市川市内で起こっている問題それを鎌ヶ谷市の議員さんが動いたとまさしく見返りを求めないそういった議員さんこういった議員さんを全国各地至るところに育てていかなければならないと。 本当にそう思います。なぜかというと、はじめのこの政党というところに戻ります。政党。政党に所属している議員というのは、その政党、や、この支持団体、支持している団体、あるいはこの政党の上層部、そういった方々に迷惑をかけられないと。で、一言で言うと、迷惑をかけられない。 う,いうのはどういうことかというと、発言しにくくなるんですよ、気を使って。自由な、自分のポリシーで信念を持って発言をすると、自由に発言をするというのがしにくくなります。しにくくなるんです。ですから、こういった支持団体上層部にしっかりと説明ができる、信念を持っている方は、しっかり発言できるんですけども、 多くの方は発言しにくくなってしまいます。さらに批判が出るのを極度に恐れるようになってしまいます。基本的に何かをしよう、行動しようとすると必ず賛成派と反対派が出ます。これ当たり前です。それぞれの賛成と反対がいてその中でこの民主主義多数決というのは 賛成の多い方の意見を取り入れるわけですよね。必ず反対の意見もあります。ですので、批判が出るのは当たり前なんです。その批判の声、少数かもしれません。少数であっても批判が出るのを恐れる。絶対に批判が出ないようなことをやっていては物事は変わらない。必ず批判は出る。賛成と反対がある。 その反対の意見が出るのを恐れるようになっていては、もはや自分のやりたいことというのはできないということになってしまいます。なので、この政党に所属する議員、非常にですね、おとなしくなりがちなんです。この政党に所属しながら、しっかりと発信していく、発言していく、行動していく、なかなかできません。 実際そうだと思いますでこれ実際は政党に所属しているという形で選挙の場合はこれが所属と無所属と区別がつかなかったりします。はい保守系議員と言われる人たちは。 自民党系の議員さんが多かったりするわけですよねただ自民党の公認がもらえるのというのは限られてますよねなので自民党から公認をもらえてないだけで実質自民党という無所属の方もいらっしゃるわけですそういった方々はやはり支持団体上層部に迷惑をかけられないためおとなしくなりがちに なってしまいまいすということはですね結局結論といたしましてはこの市民のために戦える人は無所属に多いという結論になります本当に市民のため市民の目線市民の声を聞いて見返りを求めない金というのはやはり無所属が多いそういったところはこういった支持団体とかがないので 逆にに選挙では非常に票を取りづらいだから市民がこういった議員を育てていかなければならないというところが重要になります。ですのでこういった多賀さんがお会いしたこの岩波八見県議会議員すごい方だなと思いました。もともとは東京湾アクアラインのこの800円運動そういったところの活動に尽力されていた 方ですやはり市民の声を聞いて見返りを求めない。無所属で戦える。それだけの実力を兼ね備えているというような状況ですね。実際この千葉県でのこの自走問題の対応ですね。かなりこの千葉県職員側から圧力をかけられたようです。ですので、 こういった政党所属や支持団体がいるようなところですと、こういった圧力によって迷惑をかけるんじゃないかということでやりづらくなるわけですよ。泉ふ保市長もそうですけども、こうやって何かをしようとすると、強力に圧力をかけてくる人たちが出てきます。その反対意見、 批判そういったものに負けないだけのパワーを持つのはやはり無所属が多いわけです。このどうしても迷惑をかけられないという論理が働いてしまいますんでこの岩波初見県議会議員圧力にも屈せずまさに市民目線で市民のために子どもたちのために活動していただいたという素晴らしい議員さんです。こういった議員さんを 全国各地で育てていくのが市民の役割ではないかと思います田川さんも詐欺の市議会議員選挙でこういった市民の声をしっかり拾ってくれる方を選んでほしいという思いで田川さん選挙カーからマイクを取ってずっと語り続けてきました田川さんの思い市川市民に どれだけ通じたか少なくともこのいただいた689票この思いはしっかり受け止めて今後もしっかり活動していきたいと思います以上ですそれではまた皆さんタカさんをよろしくお願いいたします